インドとケニアの二国間関係を主題とする本校では、主にインド共和国とケニア共和国の外交関係を中心に外説する。インドとケニアの両国は共にインド洋に面した国であるため、貿易のやりとりや商業的結びつきの歴史は何、世紀も前に遡る。ケニアには規模の大きなマイノリティグループとして、在ケニアインド人とインド系ケニア人のコミュニティがある。 インドに出自を持つ人々は、ウガンダ鉄道建設のための労働力として、大英帝国により移入された労働者の子孫である。インドの独立に先立ち、南東アフリカ地域における、インド人の待遇改善問題は、インドの独立運動家たちの関心を集めた。1924年には、モンバサで、東、アフリカインド人会議が開かれ、 サロージニー・ナーイルが議長を務めた。1934年には、KPS メノンが、実情調査団を派遣した。インド独立後の1948年、新生インド共和国の中イギリス領東、アフリカ弁務官事務所がナイロビに置かれた。ケニアにおける、インド人とケニア人の人種間関係の悪化を受けて、ジャワハル・ラール・ネルーは中ケニア高等弁務官として、大使級外交官。 アパパントン派遣した。ネルーは、ジョモケニアった及びケニアアフリカ民族同盟への援助も行い、彼らに対して、在ケニアインド人をケニア人と同等にみなすよう要請した。ケニアにおける人種間関係は悪化し、同地のアジア人がインドやイギリスに流出する結果を招いたが、それにもかかわらず、インドケニア間経済協力は盛んになり、 南南協力関係構築のモデルケースとなった。1963年のケニア独立に従い、ナイロビとモンバサにそれぞれ政府高等弁務官が置かれた。ケニアはニューデリーに高等弁務官事務所を開設し、これにバングラデシュ、スリランカ、シンガポールとの外交を兼務させた。インドとケニアの双方が加盟している国際的協力枠組みとしては国際連合、 非同盟運動、イギリス連邦、G-77、G-15、韓インド用地域協力連合があり、これらの国際会議の場で頻繁に協力し合っている。インドとケニア間の貿易と経済的結びつきは成長を続けている。2010年から2011年までの間の二国間貿易の総額は24億ドルであったが、 ケニアのインドからの輸入額は23億ドルを数え、貿易収支はインド側が大幅な黒字である。インドはケニアにとって貿易総額が6番目に大きく、金額ベースで最も多くの財とサービスをケニアに輸出している国である。インドがケニアに輸出している品目としては、医薬品、鉄鋼、機械、車両がある。ケニアのインドへの輸出品は、工業用炭酸ソーダ、野菜、 チャバなど大部分がコモディティである。ケニアにおけるインド企業のプレゼンスは大きな地位を占め、タタグループ、SR グループ、リライアンスインダストリーズ、バーティエアテルといったインド企業がケニアで事業を展開している。インドの政府系金融機関、バローダ銀行とインド銀行がケニアで営業している。ケニアはインドにおいて観光客の誘致に取り組んでいるが、両国を結ぶ。 航空便の本数が少ない、ムンバイナイロビ便とデリーナイロビ便がケニア航空により提供されている。1951年に運航が始まったエアインディアによるナイロビ便は同航空会社にとって2番目の国際便であったが、2010年に最終的に廃止された。インド政府は外国人向けに技能向上を目的としたインド技術経済協力プログラムを提供しており、 ケニア人向けには毎年101人分の全額給付型奨学金制度を設けている。エクシム銀行はケニア国内の電力送電網の設備更新を対象に6100万ドルの融資をケニア政府に対して行った。インドの半アフリカ電子ネットワークプロジェクトは遠隔教育と遠隔医療設備をケニアなどアフリカの国々に普及させようとしている。 インドの大ケニア投資は、目下のところ15億ドルである。ケニアにインドが輸出する医薬品は、同国において必要不可欠な薬の薬価低廉化に重要な役割を果たした。ありがとうございます。